売上ベースでいうと月商でいくらでしょうか。528万ですね。埋もれないことなんですね、実は。うん、大事ですよね、埋もれないことね。日頃のインスタの投稿とか YouTube のアップっていうのは何のためにしてるか。皆さんこんにちは。こんにちは。今回はね、独立支援コーチの城下さんが無料インスタ集客をメインに月商528万円売り上げた秘訣ってテーマでね、お話していきたいと思うんですけど、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、現在の活動内容を教えていただけますでしょうか。私はですね、個人起業家の方が売上を上げるまで、成果が出るまで指導するっていう企業支援のコーチングしております。実は今回城下さん2回目の、ね、お声の撮影ということなんですけども、どういったきっかけで、はい、ありがとうございます、形でしょうか。私はもう北野さんと2018年の時から知り合ってて、そこでいろんなことを教えていただいてたんです。その時に北野さんのノウハウを使って、私のクライアントがインスタ登録から LINE に引っ張って YouTube で信頼関係を作った上で621万3ヶ月で上げたんですよ。これすごいなって私自身思って、2021年9月にもう一回最新のものを学びたいということで、うん、北野さんのところで契約させてもらいました。そのうちの最初の学んでいただくために留学いただきまして、前回もね結構成果を上げられていらっしゃっていて、月商でいうともう2、300万ぐらい成果が上がっていて、290いくらでしたかね。一応コメント概要欄にもね、はい、貼っておくんですけども、はい、今回ですね、売上ベースでいうと月商でいくらでしょうか。528万ですね。528万円ということで、前回が月商で292万円、そこから528万円ということで約 1.67 倍ぐらいねアップして、結構でかいですよね、500万オーバーということ で今日は秘訣ところね、はい、聞いていきたいと思うんですけども、まずその集客成功の秘訣っていうところで、千代さんが意識しているポイントとかね、マーケティングフロー的なところを教えていただきたいと思うんですけども、まずはインスタグラムで情報発信をしていて、 LINE の方にオプトしてもらいますよね。 LINE のところで教えていただいた内容の信頼関係作りっていうところをやっぱりしっかりやるっていうところが重要だと思います。その後に私自身は契約していただいた方の何をやっていくかって言ったら、5段階で指導してるんですよ。その方自身のポジショニングを作ります。ポジショニングができたら、その延長線上に商品開発、その方独自の商品を作ってもらいます。次にその商品、私買いたいですっていうふうに言ってもらえるようなセールスの仕方があるんです。この方をその方に習得していただいて、でその後にマーケティング、ここで SNS マーケティングをお教えして、で最後にリストビルディング、見込み客リストをこうどんどん作っていくっていうイメージです。この5段階をその方に指導することで、売上がボンボンと上がってきますね。素晴らしいですね。実際にまあ周さんもこういった流れでクライアントさんにも指導されていらっしゃるということなんですけども、まあ、SNS と主にセールスっていうところって、よくみんなが悩みがちな、顕在化している悩みが多いと思うんですけども、まあ、シュースの場合は SNS マーケ面で言うと、はい、この動画見てる人も結構集客で悩んでる人が多いと思うんですけども、インスタから LINE にやっぱ集客していくときに必要なポイントって、シュースさんはどういったあたりだと思いますでしょうか。埋もれないことなんですね、実は。うん、大事ですよね、埋もれないことね。だから私自身のインスタには、日本でただ一人の成果が出るまで指導する独立企業コーチっていうことで、300万稼ぐまで指導するっていうふうなことも腹くくってやってるんで、それをバンと出してますね。300万報酬を確かに打ち出してるっていうのはもう城下さんぐらいです。僕は見たことがないので、これも一個の独自のねポジションといいますか、実際にこういったポジションをしっかりと定める、いわゆるこうプロフィールコンセプトですよね。インスタグラムでいうと、まあプロフィール文章であったりとか、そこで集客できるかどうかって、まあ根本的なところですけども、固めていくっていうのが、まあ城下さん的にも一番早いんじゃないかと。そこからまあオプトしてから販売するまでの流れで、商品売ったら嫌われるんじゃないかとか、結構セールスに対して苦手意識ある人すごい多いと思うんですけども、そこら辺は城下さんの場合は大丈夫そうですか。はい、私のセールスの型って先ほど言いましたけれども、うん、コーチングを私学んでやってきてるんですけれども、はい、コーチングにはグローモデルっていうのがあるんですね。うん、グローモデルを使ってお客さんの課題とか問題点、それを聞き出すんですよ、まず一番最初に。そしてこの現状からどうなりたいの、ゴールを設定してもらうんですね。現状からゴールにこう上がってもらうために、それって私教えれるよ、やりたい、やりたくないっていうところの質問をするだけで、それ私やりたいです、そうだよねっていうことで、最終的にこう契約いただくっていうことなんで、すごく売り込み集がしないんですよ、私のセールスの方っていうのはですね。例えば金額を言う前にこのキーワードを言うとか、確認確認でこう階段を上がってきてもらう、そういうイメージですね。安心ですよね、はい、そのステップを知っていると、自分が今どこまでお客さんの気持ちが動いていて、確認しながら進んでいくので、いきなりみんなドンとクロージングするんですけど、そうじゃなくてテストクロージングも兼ねたちょっとずつ質問を積み重ねていくことができるので、はいはいはい、それとあと私思うんですけども、日頃
頃のインスタの投稿とか YouTube のアップっていうのは何のためにしてるかっていうことをいつも考えてくださいって言うんですよ。1投稿は最終的にゴール、契約までの階段なので、その投稿の重み、これは契約をイメージしてない人がほとんどなんですよ。とりあえず今日はこういう内容でいいやあげちゃえみたいな、ゴールから逆算して考えられていないような投稿内容であったりとか、そういう人がすごい多いですね。日頃こう投稿していくって大変だけれども、投稿のための投稿になってるんで、契約のための投稿をしていただきたいなっていうふうに思いますね。契約につながるための投稿、じゃあそのためにはどういうふうな投稿すればいいのかっていうところをやっぱり意識しながらやっていくっていうところがね、はい、すごい重要で、そうですね。しろしさんのねインスタグラム自身もしっかりとコンセプト打ち出されながら、こういう形でね、ちゃんと投稿内容っていうのをねちゃんと練りに練って、統一感を持って投稿を、ね、しっかりとされていらっしゃると。ちなみに視聴者さん自身のターゲットの方っていうのはやっぱ男性女性でいうとどちらが多かったでしょうか。実はねいらっしゃる方8割が女性なんですよ。8割が女性。女性の方って好き嫌いで判断される方が多いじゃないですか。そうですね、うん、その分イメージっていうのは大事かなとは思うんですけれども、うんうん、僕自身が北野さんみたいにガンガン動くっていう風なのじゃなくて、どちらかといえばグータラなのでグータラではないと思いますすごい成果を出されて、僕グータラだけどいい、ただあなたの売り上げだけには責任を持つよってやってるんですよ。弱みを出して共感を親しみやすさと尊敬っていうのが同時にあるっていうところですよね。白瀬さんの場合もね、白瀬さんこんだけすごいけどこういう一面もあるんだ、ちょっと安心しましたみたいなブランディングになってますからね、はい、ということでありがとうございます。今日はマーケティングのフローであったりとかクロージングの部分、あとポジショニングの重要性ってところをね結構白瀬さんといろいろ教えていただいたんですけども、まあ、最後にこれから独立起業していきたいとかすでに商品を持っているけどなかなかマーケティングうまくいかないという方に対して、白下さんから一言もし言葉を投げかけてあげるとしたらどういう言葉を皆さんに伝えたいですか。はい、最後に宣伝させてもらいたいんですけども、上にありますスモール企業コーチ養成講座、何が一番重要かって言ったら、こっち書いてますけれども、小さく始めて人から感謝され大きく稼ぐ、人から感謝されるっていうのはクライアントの売上を上げてあげる力がないとダメなんですよ。何が必要かって言ったらコーチングなんですね。書いてますけれども、2022年自宅にいながらマーケティングとコーチングを習得できる、コーチングが習得できるとクライアントの売り上げも上がる、あなたの売り上げも上がるということを言ってます。ぜひね LINE のこっちの登録をしていただいて、一応概要欄にもね白瀬さんの LINE 貼ってありますので、はい、流れとかすごいね勉強になると思いますので、こちらもチェックしてみていただけたと思いますし、 LINE とインスタ両貼っておきますけども、 LINE 登録でプレゼントもいただけるということで、はい、今までのプレゼントプラス今回スモール企業コーチ養成講座の4本の動画を準備してます。これはさっきお話ししたファイブステップ、ポジショニング作って、商品作って、セールスしてマーケティングやってリストビルディングやる、この5つの要素のお話であったり、コーチングをする時のコーチングマインドの話であったり、コーチングの手順であったり、細かなノウハウを提供してますので、ぜひね登録して、今ちょっとね編集中なので出来上がり次第皆さんにお配りするって感じです。で皆さんそちらもねぜひ楽しみにしていただけたらと思います。白瀬さん本日はねお時間いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん今日もね動画最後までご視聴いただきありがとうございました。私の LINE ではこちらに出ている豪華7大特典っていうのを今だけプレゼントしております。実際弊社がインスタグラム累計100アカウント以上運用してきた中で体系化した今最新の最も熱いインスタグラムを使ったノウハウの講義動画や、 LINE アットの配信で制約率を2倍3倍と高めることのできる配信のテクニック系の動画、そしてうちがですね3年間で累計8億以上の売り上げを作ってきたそのマーケティングのね本質をまとめた累計150分相当のですね動画講義っていうのをね無料でプレゼントします。さらに今だけ弊社をね出させていただいている書籍、こちらもね無料で受け取ることができますので、興味ある方は下の概要欄から今すぐ LINE で登録いただいてプレゼントもねゲットしてみていただければなというふうに思います。そして私の YouTube ではですね、日本一実践的で分かりやすい SNS の集客に役立つ再現性の高いノウハウを日々配信しておりますので、非常に重要な情報を見逃さないためにもですね、今すぐぜひチャンネル登録もポチッと押していただけたら嬉しいなというふうに思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。